献血用の献血の血を抜く針ってめっちゃ太いんですよね。痛ねねねねねねね痛ねねね、それを手首は痛いよ、痛たたたたた、うるるるるるるる、ひひひひ。私がなんで詳しいのかと言いますと、献血めちゃめちゃ行ってた時あったんですよ。大好きで、あそこ行くとドーナツとかタダでお菓子とか食べれるじゃないですか。涼しいですし、飲み物飲み放題ですし、貧乏な時に自分の血を売りに行ってたんですよ。貧乏な人は行くよね。だからね、お金にはならないでしょ。お金にはならないんですけど、お腹いっぱい食べられますよ。一食分食べれる。飲み物も自由に飲み放題。お菓子とか、ドーナツ、ミスタードーナツと提携していた時がありまして、ドーナツ食べ放題なんですよ。そんな時があった。今は知らないですけど、最近ずっと行っていませんから。なのでお菓子食べて、ジュースは自動販売機ピッて押したら無料で何でも出てくるの。無料で知ってる。そんで漫画もいっぱい置いてあって読み放題だ。ゴロゴロ漫画読んで、マイストールドーナツのオールドファッションボリボリ食べて、ずーっとそこにいることができるんですよ。涼しくて飲み物飲み放題、むしゃむしゃむしゃ、ずっと。こんなのね、こんなのいくらでも行くよね。お金がないんだもの。お金がない私のような貧乏ドラゴンだった時はめちゃめちゃ行きましたね。